肘を曲げてそのままテイクバックを取ってバックスイングを取ったら、この肘をパワーエルボー、少し脇から空いているような形で、そのまま肘を曲げた状態を維持してバックスイングからトップに向かっていきましょう。で、この肘の位置が下がってしまいますと、下への力がかかってしまって、広背筋に緊張感が走りますので、基本的には肩甲骨が下がってクラブが垂れるっていうような状況が起こりやすくなってしまいます。そうすると前傾も解けて、フェイスも開いて、クラブが戻ってくるのに時間がかかって、なおのこと体の正面で打つタイミングを失ってしまいますので、このエルボーをそのまま開いているような形にして、そこからパワーのあるエルボーでそのまま直接的にボールを叩いているようなイメージを持ってスイングしていただくと、うまくボールにヒットしやすいです。それが低いところに入れてしまうと、このようにクラブを回り込ませなくてはいけないので、できる人はそこから戻すっていう動作を完結することができますが、右手が上という言葉があるように、右肘の位置が高い状態を保っていないと、右手が上という状態は保てませんので、このように肘が下がるということは、左手に対して右手も下という状態を一瞬作ってしまいますので、それを作って戻す作業をするというよりは、常に右手が上、右腕が上というような状態を作ったままボールにアタックできるように練習していただいた方が、ボールとしては安定してフェースが動かないので、ある程度出球が揃ってきやすい打ち方になると思いますので、その辺を注意して、この肘の使い方をそのまま、最初に右肘を曲げたような状態にそのまままっすぐ後ろに上げているような形で、そのまままっすぐ下ろすイメージを持って練習していただければ良いのではないかと思います。